はい、どうも、影役者石倉由伸です。今回はですね、前回の動画の中から園田君と一緒に作った、コケテラリムをね、ちょっとメンテしようと。あ、じゃあさ、このデラルーム選定しましょうか。鎌倉で2人で1ピンセット2ピンセットって10ピンセット的な感じでやったこのコケテラリムですが、だいぶ成長しましたね。見てください、これぐるぐると一周してみましょうか。だいぶ伸びたね、これね。でもやっぱりね、ちゃんと生産者さんちゃんとしたところからのやつをちゃんと育てるとこうなんですよ。でまあね、今ちょっと水がわざと乾燥させてる状態なんでかけます。まあこれでこんな感じです。でね、こうやって見てあげて、もう潤うだけでもかわいいね、これで。まあコケメンテをやる前にまず準備が、老眼鏡、これ大事。45歳以上は大体これ必要。まずピンセットと霧吹きと、あとハサミと老眼鏡、これ大事ですね。まあこれ、このボーボーしたところね、まんまでもいいんだけど、こういう細いハサミで切ってあげる。でね、そんなに剪定しなくてもいいかなと思うんだけど、まあ、茶色いところ、このね、ヒノキゴケとかがね、意外と葉っぱの先っぽが、ね、茶色くなってしまう。こういうのを切ってあげましょう。ほら、こういう茶色いのね。茶色いの。結局ね、コケテラリウム作りの時と同じように地道な活動です、うん、で、あまりね、もったいないと思うよりかはこのぐらいざっくり切っちゃってもいいんだよね。でテラリウムの中にいると意外と徒長しちゃうので、徒長っていうのはそのひょろひょろとひょろひょろと細くの伸びちゃうので、ね、切ってあげて、その植物と一緒です。そしたらまたそこから新しく根を伸ばしたりするので、だから気持ち的には基本茶色くなっちゃったところは切ってあげちゃった方が見栄えもいいので、そう考えるとね、そんなにね、たくさん切らなくてもいいような気がするんだよね。盆栽とかのように鉢とかだとすぐ水で流せるけど、テラリウムの場合はこうやってピンセットで取ってあげた方がいいかな。中に落ちたままだとそれがまた汚れの原因になったりするんで。でまあね、こうつぼこけちゃんとかもここに張ってるのが美しいので、あまりいじらないようにします。でね、後ろの方とかこう見てもらえるとね、こういうところにも張ってると思うんで、後ろまで張ってるからね。こいつはだから逆にこのようにしておいてあげた方がいいのかな。ちょっと葉っぱをこう出してあげたらまた違うところを張っていくかもしれない。普通にすごいお世話してるわけじゃないんだけど、ちゃんと伸びていくもんだね。嬉しいよ、でもそれは。うん、だからメンテなんてね、ちょこちょこっとしてすぐ終わっちゃうからこんなんで。やっぱね、葉っぱの長いものを切ってあげると全然違うので、一
人によってだけど、もっとざっくり切っちゃう人もいるんだよね。こうやってね、小粒ボケをね、こう前のところに置いといてあげると、こいつがまた張っていったりするから。で、終了なんです。これでここら辺をもうちょい短くしたいなと思う人は短くしてもいいです。苔の根元がちょっと揺らいでたらもう少し押し込んであげるとか、まあこれでね、メンテは終了です。ただこうどうしてもね、こういうの忍びないって人は、今回このまま捨てちゃうのも悲しいので、こいつはちょっと置いといて、こいつに入れましょうか俺ヒノキゴケ入れるの初めてだな。乾燥に弱いからね、ヒノキゴケはさ。だからやっぱこういうむき出しのリングには向かないわけ。ちょっと刃先が枯れたのも刺してるとちょっと可愛いんですけど。はい、できた。かわいいじゃん、これかわいいじゃん。その田君のかけてる絵もプラスボケリングの付け足し完成です。まあ、こんな感じでメンテは意外と簡単なんで、作ってからちょっとボーボーだなと思った時には皆さんも気軽にハサミと、ピンセットと老眼鏡を用意してね。まだ40代前の人は老眼鏡いらないんで、ピンセットとハサミあればできるんで、皆さんも自分のテラリウムとか楽しんでやってみてください。それじゃあバイバイ。それじゃあ Bye-bye.